ジェミニの男。強大なコスモの気配を感じて、自らの守る北大西洋の柱から動かないカノン。しかしそこで耳にしたのは、ソレントが守る南大西洋の柱が崩れ去る音だった。残りのブロンズどものコスモがポセイドン神殿へ向かっている。よせ、これ以上ポセイドンを刺激するな。ジュリアンの体内に眠るポセイドンが目覚めてしまう。それでは俺の野望が。それは面白いことを聞いた。マリーナであるお前が恐れるとは一体どういうことなのか教えてもらおうか。シードラゴン、いやジェミニのカノンよ。先ほどから立ち込めていたこの強大なコスモの気配はお前だったのか。フェニックス一騎。俺はサガのアナザーディメンションから生還してきた男。それに比べればカノン、お前のゴールデントライアングルなど問題にならん。フェニックス剣魔剣、聞かせてもらうぞ。ポセイドンの秘密をお前の頭脳に直接な。カノン、もう一度言ってみろ。アテナを、先頃降臨なされたアテナを殺せだと。アテナだけじゃない、アイオロスを次期教皇に選んだ間抜けな教皇も殺してしまえと言ってるんだ。兄さん、いい加減正直になったらどうだ。確かに幼い頃から兄さんは心優しい神のような心の持ち主として育ってきた。だが俺は知っているぞ、兄さんの心にも俺と同じ悪が眠っていることを。だ、黙れ。お前のような悪魔を放っておくわけにはいかん。この兄の手でスニオン岬のイバローに幽閉してくれる。サガによってスニオン岬のイワローに幽閉された俺は、そこで幾度も視線をさまよった。その度にどこからか温かく安らぎに満ちたコスモを感じて命を救われたのだ。そして俺はそのイワローの奥でポセイドンの三つ股の矛を見つけたのだ。さらに矛に導かれてこの神殿にたどり着いた俺は、アテナの壺からポセイドンの魂を目覚めさせた。だがポセイドンの魂はジュリアン・ソロの体内に宿り、再び眠りについた。これはまさしくこのカノンに与えられた好機。ポセイドンを永遠に眠らせたまま、神の名のもとに集まったマギーナたちを束ねて、このカノンが全てを支配する神となるのだ。そうはいかんぞカノン。お前はサガ。ポセイドンをうまく手玉に取ったつもりだろう。神を欺いた滞在は決してお前を許してはおかん。なんだと。ただひたすらアテナのために。己サガ、この偽善者め。ラウンドワン、ファイト。ゴールデントライアングル。なぜお前がここに決まっている。この程度か。カノン、神に代わったお前に制裁を与えるため。サガ神、お前のような奴を偽善者というのだ。いつまでも悪の心を隠し通せると思うな。これほどと。血を継ぐめカノン。なぜ同じ境遇に育ちながら。見るか、星々の光。お前は悪に染まった。オールデントライアングル。それは違うぞサ
が俺には兄がいる。俺を影に追いやる兄はな。ギャラクシアンエクスプロージョン、僕と味わえ。俺はポセイドンの力を手に入れた。だが星々のプレゼントはもはや俺を止めることはできん。神、この愚か者が。本気で行くぞ。覚悟しろ。カノンよ、オールデンタイアングル。カノン、ラウンド2ファイト。ゴールデントライアングル。その程度か。ゴールデントライアングル。見るか、星々の砕ける様を。アナザーディメンションが。これほどとは。よし、アナザーディメンションが。これほどとは。その程度か。見るか、星々の砕ける様を。異次元の狭間に消し止め。力のある者が欲しいものを手に入れてどこが悪い。神が与えてくれた力を自分だけのために使って何故いけないというのだ。そんなことも分からない。与えられた力だ。人々に与えて返す。他者のために使うべきだ。ファイナルラウンド、ファイト。その程度か。ゴールデントライアングル。その程度か。ゴールデントライアングル。赤目ヤラクシアンエクスプロージョン。これほどとは。ゴールデントライアングル。これほどと。消し止め。赤目。その程度か。ゴールデントライアングル。その程度か。どこを見て。最後を見せてやる。黒いキャラクシアンエクスプロージョン。KO ウィナー。お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。私にかなうものなど言わしないのだ。佐賀が一気に。
今のは全て幻覚だったのか。これで全てがはっきりしたぜ。いわばお前たちも兄弟揃って神になり損なったというわけだ。何？ジェネラルをことごとく攻め落とされ、眠っていたポセイドンも目覚めようとしている。お前の野望は今や風前の灯火よ。確かにお前たちのことはこのカノンにとって大きな誤算だった。だがお前も大きな誤算をしでかしたぞ。何？さっきの幻魔剣で俺を倒しておけばよかったものを、唯一のチャンスを無駄にしたな、フェニックス。全力を持ってとどめを刺してくれる。どこからでもかかってこい。一瞬のうちに葬り去ってくれるぞ。ラウンドワンファイト。フェニックス、俺の長年の野望をめちゃくちゃにしたお前らを絶対に許さんが。お前の命だけでももらっておくぞ。できると思うか。この程度そんなに安くはないぞ。ほらどうだ。お前らさえいなければこの俺が大地と海を滑る神となれたものを。アテナのセイント、そんな悪を見逃してはと思うか。お前にはすぎた野望だったカノン。ラウンド2ファイト。これほどとは。カノン、この手にはまだ聞くことがある。アテナの壺はどこだ。何？このカノンの敵ではない。一度アテナの壺に魂を閉じ込めるしかあるまい。どうしてそれを聞くのか。この人の命をくれてやるわけにはいかん。アテナの壺の在りかを言え、カノン。お前はアテナに大きな借りがあるのだぞ。借りだと？とぼけるな。アテナのコスモに覚えがないとは言わさんぞ。13年前、スニオン岬の岩楼で何度もお前を救ったコスモ。え、まさかまだ赤子のアテナに俺が救われていた。はっ、たっ、どうだ、どうした。フェニックスの羽ばたきよ。アテナがついているんでな。フェニックスの羽ばたきを持ってすればたやすいことだ。そんなにアテナの壺のありかが知りたければ教えてやろう。アテナの壺はメインブレードウィナーの中だ。なんだと？あそこにあれば何人も手に触れることはできん。アテナともども未来永劫を眠り続けるのだ。あなたの野望も終わりですね。すべて聞かせていただきました。シードラゴン、いやジェミニのカノンよ。セイレン、
坊やライブラのクロスを。うん、一気シールド。うん、あとは任せろ。聞け、お前は先にポセイドン神殿へ行け。何をするつもりだ。もちろん最後に残った柱を破壊するのです。この戦いがポセイドン様の意志ではなく、あなたの企てだと分かった以上、全ては無意味だ。よく言った、精霊。よせ、フェニックス。じゃあ。アテナの壺だ。どこへ行く、フェニックス。逃げる気か貴様。カノン、お前はもはや戦うにも値しない男よ。何を。待て一騎。カノン、本来ならあなたをこのまま生かしておくことはできない。精霊、神を欺いたばかりか。清らかなる世の訪れることを信じて集った同志まで、その罪死してなお余りある。それはだが、アテナに彼女の歌に感じた恐れ、自分の身を犠牲にしてまで人々を守ろうとする彼女の大いなる愛、それを汚すわけにはいくまい。アテナのコスモはあなたをも守ろうとしているのだからな。それもわからないならカノン、確かにあなたは殺すにも戦うにも値しない男だ。